みたいなのがアイドルになれるか。な、何よ。君、ダメでしょ。あ、中学生だよね。これ以上騒ぎ起こすとおまわりさん呼んじゃうよ。強制退場。キラリ、遅かったな。あ、いただきまーす。ささな、こら、二人とも行儀悪いぞ。手洗って着替えなさい。早くしなさい、キラリ。いただきまーす。まだまだあるぞ、キラリ。いっぱい食べなさい。一緒に作戦を考えてほしいんだ。な、な、作戦？な、え？何をじゃ？あれ？リンゴが喋った？私じゃよ、私。可愛い孫と一緒に食べようと思って食後のデザート持ってきたんじゃよ。おばあちゃん。な、な、あ、おいしい。おいしかった。ありがとう、おばあちゃん。ところでキラリ、さっきの作戦って何のことじゃね。え、あ、そうだね。あのね、どうやったらアイドルになれるかおばあちゃん知ってる？あ、アイドル、ちょっと。うん。さあ、アイドルなんて聞いたこともないの。それはサンダルの親戚かの。なあなあ。だよね。おばあちゃん、アイドルなんて興味ないよね。ああ、じゃあおやすみ、キラリ。おやすみ、おばあちゃん。あちゃー、ヒロくん。ねえ、昨日シップスのテレビ見た？見たよ、見た。アイドル宣言した謎の美少女、シップスライブ乱入ってネットに出てたんだよ。おはよう。あ、ん？これってキラリに似てない？まさか、そんなわけな。いやー、つい魔が差しちゃって。どうや、本当にキラリなんだろうか。っていうかキラリ、アイドルに興味なかったんじゃないの？どうして？私、
昨日偶然セイジ君に出会ったの。あ、セイジってシップスのセイジ君？ひょっとしてあのぐるぐるメガネが？セイジ君？私、セイジ君がアイドルだって知らないで一目惚れしちゃったんだけど、普通に生活してたらきっともう二度と会えないよね。うん、だからアイドルを目指すの。好きだからそばにいたいし、待ってるだけじゃ何も始まらないから。キラリ、うん、そういうことなら応援するよ。変な子だけどキラリならアイドルになれるよ。そうそう、すっごいバカだけどルックスは学校一美少女だし、大食いしてる顔は見られないけど黙ってればめちゃ可愛いし、なんたいけど髪の毛はいい匂いだし。昨日寝ないで考えたの。私の作ったアイドル大作戦聞いてくれる？なになに？作戦その1、ピザの宅配のふりをしてアイドル事務所に突撃。そしてアイドルのふりをして紛れ込む。ピンポーン、キラリンピザです。頼んでね。作戦その2、テレビ局の人に催眠術をかけてテレビに出してもらう。私をテレビに出す、私をテレビに出す。かかるか。作戦その3、カリスマプロデューサーに美味しいお仕事を紹介してもらう。うふう、美味しいお仕事、うふう。どれもこれもで、どの作戦がいいと思う？私のアイドル大作戦が。まあまあ、それよりもっと簡単なアイドルへの近道教えてあげるよ。じゃーん、第二のシップスを探せ。オーディションやるんだって。参加資格、元気で明るい12歳から16歳、審査員はシップスの2人。審査員がシップスってことは聖司君にも会えちゃう。よし、決めた。私このオーディションに出る。このチャンスを絶対逃さないんだから。うわぁ、ここでオーディションするんだ。また聖司君と会える。される方は控え室にお集まりください。やった、どこ？控え室ってどこどこ？あった、ここだ。こんにちは。またお前かよ。こんなところで騒ぎ起こしてんじゃねえよ。うわ、昭和の男、ヒロトだ、ヒロト。なあ、出た、ナーザンスペシャルトライアングルキック。で、今日は何もしてねえだろう。ナーザンに敵と認定されたみたい。何してるの、ヒロ君？セイジ君、ゲッ。いや、よくあることだよ。気にしないで。めったにねえよ、あんなこと。それよりお前、なんでこんなところにいるんだよ。私もオーディションを受けに来たの。言ったでしょ、アイドル目指すって。あ、もうお前相変わらずアホだな。最後までよく見てみろよ。ん？ママ、参加資格男子限定？うわ、悔しい。
子券って。それで控え室は男子ばっかりだったんだ。じゃあ私オーディションに出られないの？なあ。おい、はっきり言ってお前の行動は迷惑なんだよ。迷惑？これに懲りたらもう俺たちの前に二度と現れるな。行くぞステージ。ヒロ君ごめんね。キラリちゃん、ヒロ君がひどいこと言って。うん、僕はキラリちゃんが来てくれて嬉しいよ。セジ君、じゃあ仕事があるから。迷惑？そうだよね、あいつの言う通りかもしれない。私周りのことを考えずに空回りな行動ばっかりしてる。キラリちゃんが来てくれて嬉しいよ。でもこれ以上迷惑はかけたくないけど、私やっぱりアイドルになりたい。オーディションに出たいよ。でもどうすれば。なんだ、なんだ、な、何してんの。なあさん、こんなの一体どこから。ただいまよりオーディションを始めます。オーディションなんて余裕余裕、俺なら絶対合格だから。おお、痛いじゃないか。このごめんなさい。何をときめてるんだ、相手は男の子だぞ。よし、私が女の子だってバレてないみたい。頑張った。1番山田太郎16歳です。8番樽山樽也15歳です。15番持田持男14歳です。俺は100年いや1000年に一度のアイドルになります。どうせならキラリちゃんみたいな可愛い子を審査したいね。はあ、冗談じゃねえよあんなアホ。ヒロ君、なんでキラリちゃんにそんなに冷たいの？芸能界は憧れだけでやっていけるもんじゃない。憧れだけでなろうとしているあいつには半端に期待させる方がかわいそうだろうが。ヒロ君優しい。うるせえな。次だ次だ。19番入ります。月島キラオ14歳です。キラオ！男気あふれる中学2年生、将来はビッグアイドルになって政治君と結婚したいです。いや僕男には興味ないんだけど。ツッコミどころはそこじゃねえだろ政治。つうかお前絶対キラリだろ。え、キラオだよ。そしてこっちはナーコ。なー、はじめましてナーコさん。はじめまして。こいつはともかく、猫まで女装する意味わかんねえ。あた、俺本気です。やる気は誰にも負けない。キラオくん、第一次審査合格。うわー、やったー。ヒロくん、いいよね。もうめんどくせえからいいよ。いいから控室へ戻れ。じゃねー。じゃねー。可愛かったね。はあ、とんでもねえやつじゃんか。可愛かったよ社長。いつの間に。隣のモニターでずっと見させてもらってたんだけどね、月島キラオか、面白い子だね。第二次審査は自分の特技や趣味、何でもいいですから、アイドルになるために努力してきたことなどをアピールしてください。努力してきたこと？シップスに俺の成功を見せてやる。どすこ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 ごちゃんです。
俺ちょっと休んでくる。あとは任せて。19番月島キラオくん。は、はい。とにかくやるっきゃないよね。なあなあ、かったですね。キラオくん、すごい子だね。何をやったんだ、あいつ。なあさん、なんとか乗り切れそうだね。なあ。次の審査を発表します。水着審査です。水着審査？どうしよう、なあさん。なあ。はい、OK です。ありがとうございました。ヒロ君、次キラリちゃんだね。大丈夫かな。無理だよ、逃げ帰ったんじゃねえか。月島キラを入りまーす。あ、うわぁ。夏の太陽で肌がたい焼けだよ。はっはっは。あ、うわぁ、かわいい。キラオ君合格。はぁ、ありがとう、せいじ君。かわいいか、あれ。つうか、水着か、あのたい焼き。うわーい、水着も合格だ。この調子で最終審査頑張るぞ。ごめんなさい。お前、本当にかわいいな。初めて見た時から俺の胸はドキドキ高鳴りっぱなしなんだ。何言ってんだよ。俺は男だぜ。男でもいい、だって可愛いんだもん。危ねえよ。なんかうるせえな。どうしたんだ？あいつ、キラリちゃん。おい、危ないから降りてきなさい。何やってんだあいつ。ナーサ、ナーサ。あの猫を助けようとしてるんだ。あいつ。キラ君。面白いものを見せてもらったよ、社長。社長さん、本当にごめんなさい。怪我がなくてよかったね。それよりも君、うちの事務所でデビューしてみない？アイドルとして。嘘、私がアイドル。